はい、どうも木村です。今回はですね、番外編ということで、本当の素晴らしいスキー場に、来ておりますから、ちょっとそれをシェアしてみたいと思います。ゆかちのない方はね、どうしまってくるんですか。でスキー場ですね、滋賀高原の横手山スキー場といってですね、日本で一番標高高いところにあるスキー場なんですよね。ですからね、もう景色がもう本当に素晴らしいのとですね、あと何より雪質がね、いいんですよね、やっぱりね、標高の高い、つまり寒いしね、まあ今日は天気本当にいいので、そんな寒くないんですけども、今日雪質はね、本当にいいです。昨日も一日滑ったんですけど、午後までずっとね、いい状態で滑れるんでね、非常に素晴らしいです。これからちょっとスキー場のね、いいところとかね、動画で見ていきたいと思いますので、ぜひ、皆さん見てください。
いかがでしたでしょうか。本当にここ福岡のスキー場ね、素晴らしい素敵なところなんで、スキーとかスノーされる方はねぜひ行ったらいいかと思います。あとねされない方もね夏とかすごい自然とかいいところなんでね行ってみるといいんじゃないかなと思います。あとお得情報なんですけど、今の例の感染症の問題でこちらのホテルの方々本当大変だということでですね今キャンペーンやってるそうなんですよ。一泊ですねリフト券付きで、2食付きで9,000円ということなんですね。詳しくはね滋賀高原あとヘルプっていうキーワードで検索してみると出てきますから、本当にこういう時なんでね協力っていう気持ちでもねまた来てみるといいんじゃないかなというふうに思います。今後もね、こういったの旅先のいい情報とかねシェアしていきたいと思いますんで、ためになりましたら、高評価ボタンを押していただくのとあとチャンネル登録をよろしくお願いします。こちらも励みになりますのでねで今後もいい情報を、ね、配信していきたいと思います。はい、はい、ではここで以上です。動画をご覧いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは私木村が時間的にも場所的にも精神的にも自由な生活を手に入れた秘訣についてお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。